のするですね猫砂を敷いて、そうそう、そう、人形の匂いだから結構こうトイレの掃除してると見に来るんですけど、うん、でそれを敷いて、であとはまあだからそこにおしっこで、あのトイレはね、ま、前も言ったんだけど失敗しちゃったんですよ。あのさっきあった大きいトイレありましたでしょ、はいはいはい、であれは最初入れたんだけど、あれの壁のところをかじっちゃって、うちもそれ心配してたんですけど、これはちょっとダメだなと思ったら、あのとうとう中ではするんだけど、でいつも同じ場所ではするんですけど、うん、あのトイレは使えなくなってしまいました。皆さんのところもね、いろいろと飼う前にいろいろ勉強してた時に、うん、あれをかじる子がいるって聞いたんで、うん、心配で見てたんですけど、うちの子はかじらない、ね、でかじらなきゃ多分あれでいたと思うんだけど、うん、で結構あのリビングルームのように、あの確かにくつろいではいましたけどね、しばらく四角いやつですよね。そうそう、四角いやつで大きいから、やっぱりなんかちょっとケージの中にあってもね、少し大きいなと思って、三角のやつも探しては見たんですけど、うちはちゃんとコーナーに収まる三角タイプで、少しでも、うん、ケージの中を広くしようと思ったんで、ね、そうだよね、そうなんですけど、はい、で皆さんやっぱりそれぞれあのトイレについてはね、シートとか、ね、あのやってるね、ますね、工夫して見えると思います。はい、じゃあここでですね、次のコーナーに行きます。はい、次は、はい、うさぎ大百科ですね。はい、このコーナーはいろんなペット用うさぎにはどんな種類がいるのかをご紹介します。はい、このコーナーもアメリカンラビット専門店のうさぎの森の桑山さんに、はい、アメリカンラビットを毎週紹介していただこうと考えています。はい、はい、今週はどんなうさちゃんを紹介してくれるでしょうか。はい、はい、では VTR いくかな、スタート。
て、さっき羽田さんジャージー売りも良かったかもって言ってますけどもねえ、これ見ちゃうとね、やっぱりいろんなもの見ると、あ、この子も可愛い、この子も可愛いってなっちゃうじゃないですか。そうそう、羽田さん6年半前に初めてウサギを買うとき、ネザーとどっちにするか迷った。え、じゃあジャージーとですか、うん、すごい。リリーローズさんところの、ウサちゃんはパタパタパタ、うん、すごいですね。ね、そうそう、別にショーなんかね、そう出さないからね。うちの子もミスマークですからね、別に出さないから関係ないです。見て可愛いけや、うちはミニミニなんで雑種なんで出しませんけど。ね、そうですよね。でももう本当にいろんな種類がいるので、あのだから毎月私は1回必ずサモリさん行くんですけど、あの新しいネザちゃん入ってたりとかして、いいですね、楽しいですよ、すごく。見るだけでもね、そう、見るだけ見るだけになっちゃうんですけど、そう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 、そういう見るだけでもいいのかなってちょっと躊躇しちゃう人もいるかもしれないですよね。うん、大丈夫大丈夫。ちょっと見に来たんですけど、うん、いいですかみたいな感じでお店に行ってもいい感じですか。大丈夫と思いますよ。はい、ぜひ。あのさっきのね、おからも売ってるし、他にもね、いろいろと、あの干し草も売ってるし、ペレットも売ってますので、ね、大丈夫ですよ。グッズも充実してるみたいだし、はい、すごく充実しています。行ってみたいですよね。はい、そうですね。そうだ、あ、そうそう、私この間行った時にせっかくだからこれちょっと紹介します。すいません、宣伝だ。はい、宣伝。これね、この間サンプルでいただいたんですけど、すいません、突然突然、突然すぎるわ。突然ちょっとアップしてもらいます、ね、無茶ぶり。あの、これペレットなんですけど、裏をペレット、ペレット、ペレットなんですけど、つぶつぶが入ってますね、はい、ペレットなんですけど、大人用のペレットで、なんとオーガニックでできているという、すごいすごいですよね。大人だって、人間だって、そうそうそう、オーガニック食なかなかね、食べられないんだけど、うさちゃんもとうとうオーガニックのなってきました。あ、映してもらえますかね。いいですか、いいですか、これです。こっちか、こっちか、こっちか、これだな、見てもらえるかな、こんな感じで、あ、そうです、はい、オーガニックって書いてありますよね。オーガニックって書いてありますね。うん、そうです、すごい。なんかね、見ると1歳以上の大人のうさぎ用のオーガニックペレット、有機栽培されたクランベリーやブルーベリーの甘い香りがきっと食欲を食欲をそそりますって書いてあります。それ私も食べたくなりませんかね。多分食べても大丈夫ですよね、うん、オーガニックだから、うん、でも安全、うん、美味しいかどうかは食べてみる。これポアロも。あ、ごめんなさい。いやいや、そんな感じ。そうそう、これどこ産なんですかね。多分あのここのはほとんどアメリカから輸入してるので、アメリカ産の、うん、アメリカのそのオーガニックの基準とかって結構厳しいって聞きますもんね。あ、そうですか。だったらすごい安心、うん、大丈夫と思いますよ。 95% 以上オーガニックってやっぱり書いてある、ね、うん、すごい、はい、ということで、ここで一度 CM が入ります。はい、どうぞ。